無で行われた4日の d n a 戦前に引退セレモニーを行い、元同僚の山崎康明投手や家族から花束を受け取った。写真、思わず検索も納得のヒレフス美貌密着にショットが透き通るような美肌。試合前、加藤翔平外野手とともにセレモニーに登場した砂田は、d n a 時代に苦楽を共にした山崎康から花束を受け取り法要さらに 青井夫人と2人の子供からもそれぞれ花束を受け取った。家族は3人全員が砂田の背番号47が入った中日ユニフォームを着用。中継でその様子が放送されると、SNS では青井夫人の際立つ美貌に反応する書き込みもあった。青井夫人は2015年にミス・ユニバース・ジュングランプリ、セカンドに輝いた実績があり、砂田の奥さん、 評判通りの美人でびっくりした、奥さん美人すぎた、美人すぎて思わず検索、子供二人とも超可愛かった、などの声が上がっている。砂田は2013年度育成ドラフト1位で DNA に入団。15年に支配下登録され、17年に62試合に登板して25ホールド。翌年には自己最多の70試合登板で24ホールドを挙げた。 22年オフに京田陽太内野手との交換トレードで DNA から加入。23年は18試合に登板し1敗1ホールドだったが、今期はここまで登板がなかった。葵さんとは19年に結婚、20年に第一子、22年に第二子が誕生している。